おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。大魔王の遠征中なんですが、まあこちらね、インターバルということでね、今回もね、普通のプレイを今挟んでおります。こちらはね、大魔王収録とは全く別の日に撮っているものになります。じゃあね、今回も企画持ってきてます。レイゴー。じゃあ本日はね、新しい武器神竜の剣、そして盾は天空の盾、鎧は武道着。この職業はですね、勇者です。行きましょう。大魔王と知るこぞで登場します。ほともは大丈夫です。この2体でね、勇者は何とても相性があるね。こちらのチームは人型チームもあるんで、力が今アップしてますね。そう、これでね、ヒットアップして、もう一つね、あの作成だモリーレンタルチーム、勇気も増えるというね、このチームで、今回はね、勇者でプレイしていきたいと思います。ようやくね、勇者のチームが見つかりました。個人的なんですけど。行きましょう。まずここはね、AAA で大丈夫です。この主人公がね、どんだけ動けるかでだいぶ変わってはくるんですけど、さあ行ってみましょう。お、早いね。さあ、必殺の、天かける、竜の剣気強ーい。312、そしてこれは2回行動です。完璧2回行動の技ですね。勇者の特権、はい、よし、強い。302回は強いよ。勇者のね、この真理の剣は本当に強いんですよ。で、人が対処でさらに力も上げてるしね。だから逆を返せば、主人公が止まってしまうとかなり苦しい戦いになるんじゃないかな。じゃあベギラマ行きましょうね。第3の技でベギラマになります。大魔導はかなりの火力が出ますね。やっぱ賢さ158は伊達じゃないですね。さあ、ビビリギリシール構造に頑張ってもらいます。せーの、いいね、いいよいいよ。守備力が上がって、さあ向こうがここからどこまで返すかですよ。絶好調だ。さあ、痛いね、これ痛恨きそうな気がするぜ。大丈夫だった。勇者のチームって本当にいろいろ組めるんですよ。その中でどうやって作るか本当に僕もいろいろ考えてました。じゃあこちらでいきます。次はおっと、スペシャルカードお互い相打ちしていく。さあ、向こうのスペシャルカードはメイクアップ。行動後に魅了の通過効果発生します。まあ、こちらも今打ちましたね。こちらはちょっとした運試しだ。行くぜ、マーニャ誘惑のロリ、その前に止めてやる。
と聞け。神は言っていない。まあそういうこともあるよ聞くと思うけどな。あれ聞くはずなんだけどな。おかしいっすねおりゃこれ勇気も減らせんのよね、ファイナルブローで。さあスペシャルカードこっちはもうね無駄にしてしまいました。さあ大丈夫でしょうか。私ちょっと不安ですね本当にね。はい、あーあああこっから返される可能性の方が高くなってきました私。さあ向こうがロケットサイク。いやなんか怖いな今の誘惑乗り外すのでかいって。はい避ける。ラッキーラッキー。いいよ大魔導。よしホイミホイミナイス。このホイミ250回復だからこれはでかいよ。そう回復もできるんで、できる限り僕もオールラウンドに組みたかったんですよ勇者のパーティーを。個人的にね、え？はあ！やば！なるほど。お前なんて運しとんねや。どないな運してんねや。お前の運どうなってんねん。よし、危ねえ。いや、ちょっと絶望的だな。こっから逆転されるか？いや、返す。こっから返す！いいよ。もう一発。味方が奥げない。僕が、先陣を切る！いいね。オッケーオッケー。いいよいいよ。主人公さえ動けば火力はなんとかなる。この2体動けないのはでかいな。ロケットストライク。火力では結構うまいこと言ったんですけどね。で、ああ、強い。さあベルが大回転。でも大丈夫。まだ向こうの勇気はたまんない。しかも全員避ける。信じてました。僕はこのパーティーで、そう、勇者でも調べたんですよ。デンタリッチしかいなかったわ。だけど僕はね、信じます。勇者なら何でも使えるって。さあ、ラスト決めちゃおう。必殺。天をかけ。オーケストラ、あばかける。避けられたわ。まあ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 、大丈夫大丈夫。いけるいける。ね、そこは仲間がカバーしてくれますよ。そうでしょ？よし。よかったよかった。スペシャルカード全然効かないとかいう事故あったけど大丈夫だった。やったぜ。さあ行きましょう。でっかいな、向こうな。向こうのモンスターのでかさとこっちのモンスターの小ささ何なんですかね。大丈夫大丈夫。大きさだけが全てじゃないですよ。向こう打撃手、デスゴーゴンがいるんで、まあそれはもうね、大魔導が何とかしてくれると思います。さあ行きましょう。やり合おうぜ、勇者同士。さあ何から入ってくる？精霊の紋章全体攻撃ね、強くなるやつじゃん。なるほどね。じゃあ誰から先、おい、行きますよ。勇者の力、解くと、行くぜ。アーマーかける、よっしゃー、会心の引き。いや強い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 。2回攻撃の分ね、もちろん会心も出やすいから。はい、うん、そうけー。すごーい、これはすごい。うわマジかよ、ちょっと待って、さらに来る。バイキルとか入ってくる。いやでもこれでもう一気に1000稼いだからね、これはでかいっすよ本当に。さあシールコートに頑張ってもらおう。行くぜ。はい、オッケー。いいよ、ギガンテスやってるのはいいよ。ギガンテスやっぱ攻撃吸ってくれるからね。でデスゴーゴンの物理耐性はまあベギラマでなんとかなると思います。大魔導の背剣本来る。やばいよ、うわ強いよ、さすがバイキルト。まあ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 、しょうがないしょうがない、この分はもうしょうがない。行こうベギラマ、ベギラマでいいねー。火力も上々っすね。まあ、ちょっと耐久はどっちかというと HP 全体的に見ると低いんで、耐久はちょっとしづらいっすね。よし、ナイスーナイスー。信じてるぞ僕たち、僕は君たちを信じてるから。いいね、
これが信じた者の補正ですよ。いいね。でも本当に調子いいね。今日はこのパーティーの調子がいい。今なら俺は何でも勝てる気がするぜ。ダンボール、さあ今度はどうだ。まあ、おお、避ける。いいね、いい避け、いい避け。よし、行くぞ。大魔導レギ玉、いい、強い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 。いよいよ行くぞ。アマかける、はいはい、154。まあまあまあ、しょうがないです。もうデスゴーゴンは打撃耐性あるんで、この分はもうしょうがない。ただギガンです。オッケー。いや、強い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 。もう勝ちですよ、ここまで来たら。あとはギガスラッシュで詰めるだけですよ。まあまあ、ここで自己フラッシュで何体幻になろうがならなかったけどね。なんとならないっていうね。はい。ああ。まあまあ、もう、勝ちです。おっと、やるかい、最後のあがき。最後のあがきかい、ここで。行くぜ。完璧。赤でこれは強い。その悪あがきも無駄にしてやるよ。はい。信じるんですよ、僕は。デンタリッチだけじゃなく、どんなモンスターだって食べやがって。すごいな。はい、というわけで今回はね、ようやくなんと納得のいく勇者パーティーが組めました。いやー、でもね、勇者ならではのその武器が装備できたり、第三の技が解禁できたりって、意外と勇者も本当に戦略の幅が広いかもしれないですね。ただ調べたらこうデンタリッチでした。いや、やっぱデンタリッチになっちゃうから、もうこれはもう自分で頑張って編み出した結果ですね。いや、個人的に納得のいくパーティーできてね、ちょっと満足です、勇者は。はい、では今回これぐらいで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。